皆さんこんにちは、タクラブの田川です。今日は、皆さんと、一緒に時間を過ごすことを楽しみにしてきました。今日は本当にお招きいただきありがとうございます。今日は僕の方から、イノベーションデザイン と、BTC という話を、皆さんとシェア、していきたいと思います。よろしくお願いします。まず私の自己紹介を少しさせていただこうと思います。私自身はタクラムというですね、デザイン、ファームを、経営をして、自分自身も、デザインをやるプロフェッショナルとして、活動を、しています。で、ここのですね、代表としてデザインファーム、を経営するということ、もやりつつ、もう一つ仕事を、ありまして、アカデミアの方で教育の方の仕事も少しやってます。で、ちょっとその教育の方の話を先にすると、今ご覧になっていただいている画面はですね、イギリスにあるロイヤルカレッジオブアートという、これ大学院大学ですけれども、ここの客員教授をですね、2015年から3年間やってまして、世界中から集まってくる、優秀な学生たちと、一緒にデザインの、ですね、フロンティアを一緒に、探索するような仕事っていうものをやってました。で、ですね、僕が、所属をして教えていたのは、イノベーションデザインエンジニアリングというコースなんですけれども、ここは、世界中から、ですね、学生たちが集まってるんですけど、3分の1がエンジニアリングバックグラウンドの学生で、3分の1がデザインバックグラウンドの学生で、残りの3分の1が、例えばビジネスとか、それ以外のですね、エリアから集まってきている、学生たちで、こういう非常にさまざまなバックグラウンドを持っている、学生たちをミックスしてですね、そこにイノベーションというものを、教育していくっていうことを、やっていました。で、私自身この、ロイヤルカレッジオブアートの、卒業生でして、私自身はもともと機械工学科というところ、東京大学の機械工学科というところを卒業して、でその後大学院で、このロイヤルカレッジに、来まして、そこで勉強した後にインダストリアルデザインのスタジオに5年間仕事をしまして、その後にタクラムを設立をしています。で、それでタクラムを作った後にですね、10年ぐらいスタジオをやっている中で、カレッジにですね、ちょっと声をかけてもらって、こういう学科を運営に携わってました。で、今はですね、このロイヤルカレッジの名誉フェローというポジションで、大学のいろいろと、仕事をですね、引き続きやっているような、形になっています。で、この大学の仕事の中で一つ僕がやったのは、東京大学の中にある、研究所があるんですけど、ここ と、ロイヤルカレッジオブアートでジョイントのリサーチラボを作りまして、これデザインラボなんですけどね、ハイレベルのサイエンスと、デザインとの間をこうつなぐような、そういうラボを、僕もファシリテーターとしてですね、これロイヤルカレッジオブアート側のファシリテーターとして、ここをこうサポートして作ったりというようなことを、やってきました。あとはですね、これは企業 と、ロイヤルカレッジの間のつなぎ込みということで、これはポケモンというブランドありますけど、ポケモンとロイヤルカレッジの間で、スカラシップを作ったりというようなことも、やってきました。ということで、僕の活動は、このアカデミーの中での、活動と、このタクラムという会社の、活動と、この2つに、大きく分けることができます。で、今日はこのタクラムの方の話をメインにしていこうかなと思っています。で、このタクラムはですね、デザイン、ファームなんですけれども、
東京とロンドンとニューヨークと3拠点に、オフィスを、構えている、会社です。で、今50名ほどのメンバーがいるんですけれども、非常に進歩的な、人たちが、集まってまして、僕らのクライアント、企業もですね、世の中に新しい物事をこう、投入していこうというようなタイプの、そういう人たち、そういう企業たちと一緒に、世の中に変化を起こすような、プロダクトであったりサービスであったり、ブランドであったり、そういったものを、作るために、仕事をしています。で、僕らのですね、このタクラムの、一つの特徴になっているのが、非常に幅の広い、ハイブリッドタイプのプロフェッショナルがたくさん在籍をしているということが、特徴になってまして、僕自身は先ほども言いましたけど、もともと機械工学を、勉強して、その後にですね、デザインを勉強して、テクノロジーのことも分かるし、デザインのことも、やれるというような自分自身のことをデザインエンジニアっていうふうに呼んでますけれども、そういうハイブリッドタイプです。で、僕のようなデザインエンジニアが、多数在籍してますけども、加えてビジネスとデザインの間を両方ブリッジするような役割としての、ビジネスデザイナーとか、ですね、そういったこうデザインをある意味一つ要素として持っているんだけれども、別の領域の、こともよく分かるというタイプの人たちですね。こういったタイプの人たちが僕らの、デザイン会社の一つの大きな特徴になっています。で、こういう人たちをですね集めて、いろいろと、イノベーション型のプロジェクトに、取り組んでいるわけですけれども、そんな僕らがですね、大事にしている価値がいくつかありまして、ディスカバー&デプロイバリューということで、世の中にない、価値を作っていって、それを提供していこうということですね。こういったことを僕らのミッションとして掲げています。で、僕らの大事にしている価値観ですけれども、僕らのバリューということで、ラーニングオーガニゼーション、コレクティブオープンネス、ソートリーダーシップ、パワーブメイキング、ペンデラムセンキングということで、この、5つの、価値を、非常に大事にしながら、組織を、設計して日々仕事をしているというような形になっています。で、今日の一つのテーマになってくるこの BTC なんですけれども、BTC はですね、ビジネスとテクノロジーとクリエイティビティということで、新しいものを作っていこうとすると必ずこの3つの要素っていうのが、必要になってくるわけですけれども、普通だとビジネスをやる人はビジネスだけにフォーカスをするとか、テクノロジーをやってる人はエンジニアリングですねだけをやるっていうことが普通ですけれども、僕らはこれを、ですね、3つ同時にやること、もしくは1人の頭の中でこの3つの要素を自由自在に扱えるような状態っていうのが、イノベーション型のプロジェクトをやるときには非常に大切だなと思ってまして、その一つ一つに特化をするっていうことが一般の常識だと思うんですけども、そこからはみ出して、2つ以上のですね、専門性を身につけていこうということを、テーマにしてやってます。で、例えばそのデザインエンジニアリングについては、このテクノロジーとそのクリエイティビティのこの両方 T と C ですね、この T と C を身につけていくっていうことですし、ビジネスとクリエイティビティ、ビジネスとデザインのことを両方やる領域をビジネスデザインというふうに言います。で、このビジネスの中には例えば戦略ストラテジーを考えたり、あとマーケティングプランを考えたりっていうふうな、そういったことを、がプロダクトプランニングとかですね、そういったことがビジネスの方には含まれますし、この、デザインのところには、グラフィックであったりプロダクトであったり、そういうオーセンティックなデザイン領域というのがこう含まれていて、その両方ですねをやるような人たちということですね。あと純粋にこの、デザインにフォーカスをする、というところももちろんありまして、ここにクラシカルデザインということで皆さんがよく知ってらっしゃるような
ファニチャーとかプロダクト、まあ例えばカーデザインであるとか、そういった比較的長い期間ですね、存在しているデザイン領域っていうものも、これも大事にしてやっていこうということで、なので、まあ、デザインプロフェッショナルって言ったときに、この TC 型と BC 型と、あと C 型っていう、3種類の人たちがいて、で、この3種類の人たちを、こう、チームとして組んでいくことで、仕事をしていくっていうスタイルを、取っています。で、まあ、こういう BTC のですね、タイプの、人たち、まあ、例えば僕は TC 型、ですし、まあ、BC 型の人もいますけど、まあ、あと、どんどん成長していくと、B も T も C も分かるっていう BTC 型っていう、これは究極系かなと思ってるんですが、まあ、そういったタイプの人たちも出てくるだろうということで、まあ、こういう、ですね、物事を多面的に、立体的に考えられるような、人たちっていうのが、まあ、例えば経営者、企業の、経営者、とですね、一緒に、まあ、仕事をすることで、まあ、世の中にインパクトを、及ぼすような、仕事っていうのが、まあ、デザインドリブンで可能になるだろうと、そういう仮説を持って、仕事をしています。で、ですね、まあ、タクラムの、仕事ですね、をちょっと見ていきたいと思います。ですね、まあ、タクラムは、まあ、グローバルのデザインイノベーション、スタジオ、グローバルデザインファームですということを言ってますけれども、僕らがデザインをしている、もののいくつかをちょっと、見ていきましょう。まずですね、僕らはインダストリアルデザイン、ハードウェアのデザインを、やる、チームが、いまして、ここはもう今ご覧になっていただいているのは、これは日本の、カメラレンズの、製造メーカーですね。例えばこのメーカーと一緒にですね、カメラのラインナップのデザインを、ずっと担当してやったりしています。こういったものは、まあ、非常にこうディティールにこだわりを持って、まあ、美しく使い勝手の良いものを作っていこうということで、まあ、マーケットの中でもキャラクターのあるものを作っていくということですね。でこれは まあ、今世界で販売されているタムロンというメーカーのものですけれども、このプロジェクトでは、仕事の中で、まあ、例えばデザイン言語を刷新したり、まあ、プロダクションエンジニアリングをやっている、まあ、メーカーサイドのですね、プロフェッショナルたち と一緒に、まあまあ、美しいものを作っていくということですね。こういったことを、やってき、た。これはそういった一つの事例になりますね。でこういったハードウェアの仕事も、ありますし、まあ、一方で非常にデジタルの要素が強いプロジェクトっていうのも、たくさんやっています。で、これ今、2つ、これ見ていただいてますけども、この上の、ものはですね、これはデータビジュアライゼーションと呼ばれる領域の、仕事になってまして、これはですね、日本の、経済ビッグデータですね、まあ、日本の中にですね、流れているそのお金の、量をですね、まあ、非常にこの精密にソフトウェアで可視化をして、これを見るためのこれはウェブサイト、ウェブシステムですね、これの設計 とかデザインとか実装とかっていうのをこれやったプロジェクトになってます。でこういったタイプの、仕事は、まあ、デザインエンジニアリングのですね、まあ、非常にこう典型的な、まあ、これ成果かなと思ってるんですけれども、まあ、ハイレベルなデータサイエンスの知識と、ですね、まあ、それをこうビジュアライズして、人々がこう見やすい形に情報整理をして、まあ、ユーザビリティも考慮した上で、まあ、ウェブサービスとして仕上げていくっていうようなことですね。こういったタイプの、仕事っていうのが、これあります。これ今ご覧になっていただいているのはこれ静止画ですけれども、実際にはこうウェブサイト行くと、これがですね、まあ、普通の一般のユーザーの方でもこう操作をして、まあ、お金がどういうふうに流れているのかということを見たりすることができるようになっています。
まあ、合わせてこのサービスのですね、例えばロゴマークであるとか、まあ、そういったことを作ったり、まあ、ビジュアライゼーションの、例えばアイコンのメタファーを例えば数理モデルを使って、作り上げたりというようなことですね。こういったタイプの、仕事っていうのも、あります。これはソフトウェアの仕事の中でも非常に研究要素の強い R&D の、印象が強いタイプのものですけれども、まあ、こういったものも、ですね、さっき のハードウェアとは、違うタイプの、ものですけれども、ソフトウェアのデザインエンジニアですね、こういったことが、あると。で、まあ、一方で、アプリケーション の、まあ、いわゆるユーザーインターフェースであるとかサービスデザインの、仕事っていうのも、たくさんやってまして、これは、物流の、仕組みですね。まあ、ドライバーと、荷物の間を、マッチングするような、これは B2B のウェブサービスですけれども、そういったものを立ち上げて、まあ、これは企業と一緒に開発を、サービスデザインをして開発をして、まあ、ブランド構築もやって、まあ、立ち上げていくというようなことで、まあ、こういったタイプの仕事になると複数のですね、まあ、2、3年2年ぐらいですかね、かけて立ち上げていくってことになっていきますけれども、まあ、これは大手の企業がですね、社内ベンチャーというか社内スタートアップとして、始めた仕事なんですけれども、まあ、それを、パートナーとして支えるような仕事ですね。こういったこともやってます。で、もう一つですね、大きな、仕事に最近なっているのが、ビジョンデザインというカテゴリーの仕事でして、これはクライアントはトヨタ自動車ですね。世界で最も大きい自動車メーカーの一つですけれども、そういったところと一緒にですね、まあ自動車の未来のビジョンのようなものを作って、まあこれは CG を作って、これはアメリカの CES というカンファレンスで、これはプレゼンテーションしたものですけれども、こういうムービーを、作って、まあ、世界にですね、発表していくっていうような、そういった仕事も、やってます。で、こういうビジョンデザインと、いう分野の仕事は、まあ、これはデザイナーの一つの、仕事かなと思う、重要な仕事かなと思うんですけれども、ビジネスの構想をですね、デザインが主導して、まあ、人々の未来の生活っていうものを設定をして、そこの中で起こっていることっていうものをいろんな可視化技術を用いて、見せていくことで、皆のですね、想像力を高めて事業を加速していくような、まあ、そういったところにデザインが入っていくということですね。まあ、そういった仕事っていうのも、やっています。大手の、ですね、企業の仕事も、手伝いながら、スタートアップの仕事、立ち上げというものもやっています。これは、日本のスタートアップですけれども、ジーンズをですね、3D で採寸して、まあ、カスタマイズしてフィットするっていうような、そういう、ブランドがあるんですけども、そこの、サービスデザインであるとか、ブランド構築であるとか、そういった仕事を、これは担当してやったものですね。これはスタンプっていうブランドの名前で、世の中に出ていったものですね。はい。まあ、こういったタイプのものは、まあ、テクノロジードリブンの会社ですけれども、まあ、そこにデザインコントロールを的確に導入をして、マーケットに対してですね、まあ、スムーズにビジネスを立ち上げていくっていうような、まあ、そういう役割の仕事としてこれは取り組んだものになっています。で、このプロジェクトはまた、全然違うプロジェクトですけれども、これは日立という会社、これも日本の会社ですけれども、その、リサーチチームと一緒に取り組んだ、仕事で、これはですね、まあ、サステナビリティですね、地球の、
例えば温暖化であるとか、そういったことに対する、どういうふうにですね、企業がそういったことに対して取り組んでいけばいいのかということを、日立の、リサーチチームとタクラムのデザインリサーチャーのチームが、ジョイントチームを作って、そこで世界のですね、いろんなオピニオンリーダーにインタビューを、たくさんやりまして、そこから、見出された仮説を、これはイラストレーションで、概念としてまとめていって、それをレポートとしてその、世の中にこう発表していくっていうふうなタイプの仕事ですね。でこれはデザインの仕事の中では、非常にそのコンセプチュアルな仕事で、最終的にはグラフィックデザインのところにイラストレーションとかですね、そういったところに落ちていくんですけれども、その手前側では、こういうサステナビリティってものをどういうふうに捉えるべきかっていう、こう哲学的な議論ですね、そういったものってものを世界中の総トリーダーたちと一緒に展開をすることで、視野を広げて、企業の取り組みに本質的にそれをですね、変化させるような取り組みとして発展させていく、そういう、こう手伝いを、デザインの力でやっていくってことですね。こういった仕事は、デザインのですね、力量の発揮の仕方ということで言えば、グラフィックとかプロダクトそのものをテーマにしているわけではないんですけれども、非常に社会的にこう意義のあるような取り組みということで、先ほど車の、未来のプロジェクトがありましたけれども、ああいう具体的なものでなくともこういう、こう概念的な、ことですね、こういったことを考えるところにもデザイナーたちがどんどん入っていって仕事をしているというようなことですね。そういったことがあります。で、ちょっとそういう、ですね、コンセプチュアルなものもあるんですけれども、ファッションブランドとの仕事、ですね、もう少しファッショナブルな、ものっていうものも、たくさんやってまして、これは日本を代表するファッションのブランドである一世三宅というブランドがありますけれども、これは三宅のチーム と、一緒に取り組んだ、事例ですね。でこれはタクラムの中ではコンテクストデザイン と、呼んでいるジャンルの仕事なんですけれども、コンテクストデザインというのはプロダクトの中に、コンテクストを持ち込むっていう、その名の通りの、ことなんですけれども、これは噛み砕いて言うとですね、プロダクトが単体で存在を、するように、デザインするのではなくて、ユーザーが自分の物語とかですね、文脈を、プロダクトの中にこうすっとこう介在させる、そういう余地を、余地とか余白ですねっていうものをこれデザインをする、時点から、きちんと埋め込んでおくことで、普通だと単なるプロダクト、アプロダクトっていうんですかね、A プロダクトっていうのかな、一つの、どこにでもあるプロダクトなものが、人の手がそこに、ほんのちょっとだけユーザーの、何かですね、行為っていうのがそこにオーバーレイされることで、そのプロダクトが、いわゆる、その人にとってかけがえのないプロダクトに、なる。っていうふうな、そういうことを仕掛けとして、持っているタイプ の、 これプロダクトになっています。で今ご覧になっていただいているのは、伊勢三宅の、これはクリスマス用のホリデーギフトですね。でこれは胸に刺すピンがついてるんですけど、コサージュなんですが、そのコサージュを花びらに見立てて、その花びらをこう包む、このパッケージの裏側にですね、これはお店で、三宅のお店、伊勢三宅のお店で、このプロダクトを買うと、そこに机と椅子が置かれてまして、で商品をですね、お金を、払ってる間にペンを渡されて、そこの場所で何かこう手紙であったりメッセージであったりキーワードであったり、そういったものをこのパッケージの裏側にこれ書くスペースがですね、埋め込まれてまして、
そこにユーザーがちょっとしたことを埋め込むということですね。でそうすることでこれ受け取った人がこのパッケージをこう開くときにここに書いた時の、その例えば、その時のその、送り手側の気持ちであったり、考えていることとかそういったものっていうのがそのユーザーに対して一気にですねこの、プロダクトと、ペアリングされてこれがただのプロダクトではなくて、その送った側の人の何かしらのそのエモーショナルな、価値とそれがこう結合することで価値がですね全然違うレベルに飛躍をするというそういうことを、念頭において作られています。でこれがですねその、具体的なプロダクトですね。これは、三宅のデザインチームと一緒にこれ開発をしているもので、これはちょっと面白い技術で作られているんですが、この一つの、布、これ布にはちょっと特殊な加工がしてありまして、この布に高圧の蒸気を吹きかけると、こう自然とこうキュキュッとこう収縮をしてこういう花の形になるんですね。でこういう特殊な技術を使って、これを例えば髪につけたり耳につけたりというようなそういったことができるものですね。でこれをそのまま単体で、売るのではなくて、ほんのちょっとしたことなんですけど、しっかりデザインされた、パッケージとさっき の, コンテクストデザインの文脈を載せることで、非常に、送り手とその受け手の非常に良いものっていうのが、これが物語として見えてくるというそんな、プロダクトになってます。でこれは一世三宅の中でも非常に、よく売れた商品で非常に人気の高いもので、お店で世界中で売られてましたけども、売り切れ、るようなものになって、これは3年間プロジェクトとして継続をした、そんなものになっています。非常にですね、コマーシャルな仕事もあれば、将来のですね、のビジョンを示すような仕事もあれば、プロダクトもサービスもハードウェアも、ソフトウェアもあったりということで、非常に多様な、活動をしています。で、最後にですね、これはスペキュラティブデザインって言われる領域のプロジェクト、なんですけれども、これはですね、ドイツで毎年、5年に1回、開かれているアートの、フェスティバルがあるんですが、ドクメンタっていう、これアートが好きな人は名前を聞いたことがあるかなと思うんですが、ドクメンタって言われる、アートフェスティバルですね、そこに招聘されまして、作った作品です。これはデザインファームの仕事としては非常にこうアート性の高い、ものですけれども、僕らの仕事の中でも少し、特徴のあるものなので、ちょっと紹介をしたいと思います。これはですね、ここで何を作ったかというと、僕らがテーマとして与えられたのは、ですね、地球上から、ですね、今現在存在している、飲み水ですねの量が、今よりこう10分の1ぐらいまで減ってしまった、地球環境が非常に汚染が進んで、飲み水の量がこう劇的に減ってしまった未来っていうのが、この展覧会の、シナリオで設定されてまして、そういうちょっとディストピアな未来ですねの中に生きる人間たちが日々使う水筒を考えてほしいっていうふうなお題をもらったんですね。なので100年後の人間が使っている水筒っていうテーマなんですけども、それを、僕らはですねその、テーマとしてもらって、それをに対する答えとして僕らが、返したのが、人間の体の中に埋め込む、5種類の人工臓器という形で、僕らは答えを投げ返してプロトタイプを作って提案したというそんな流れになっています。で、これはですね、もともと水筒を作ってくれという話だったんですが、
最終的に回答が人工臓器ですね、体の中にインプラントする、5種類の臓器ということで、なんでそういうことになったのかというとですね、これいろんなリサーチをこうする中で、なんで膵臓を人間がそもそも持ち運ぶんだろうかということを僕らは考えたんですね。で人間がその膵臓を持ち運ばなければいけない理由っていうのは非常に明快で、それは人間がその水分をですね刻々とその体内に補給をしないと体の中の水分量が減ってしまうと人間が、いわゆる活動できなくなってしまうからですね、そういうことですと。人間の体の 7,8 割は水分でできているというふうに言われてますので、それの供給が止まると人間が生きていけないと。なので生きていくために、人間は1日 200ml ぐらいの水を飲んで、それをその、外に同じ量、全く同じ量を外に出すということで、動的な平衡をですね、そういう、バランスの取れた状態というものを、ダイナミックに、取っているわけですけれども、これが1日 2.5 リットル飲まなければ人間が死んでしまうので、なので 2.5 リットル、毎日飲む必要があって、でそれを持ち運ぶためにはそれと同じぐらいの量の水筒というのが必要になるという、水筒が必要な理由というのはそういうことなわけですね。なので水筒を作ってくれというふうに言われたんですが、もし人間が水筒を持ち運ばなくても健康に生きられる体にもし進化するのであれば、そもそも水筒なんてですね持ち運ぶ必要がないんじゃないかというふうなことを考えまして、じゃあ人間をそういうふうに擬似的に進化させてしまう、人工臓器を、作ってみようと、そういうふうな発想をしたわけです。でなんでその人間が1日2リットル水を飲まなければいけないかっていうことですが、これはやっぱり体外に排出される水がそれだけ多いってことですね。で体外に排出される、この水の量を分析をしていくと、大半が実は汗で1リットルぐらいですかね、汗で外に出ていて、その他は尿であったり、例えば便であったり、口から出る肺からの空気ですね、それであったりということになるんですけれども、その一つ一つをですね体外に出る量を極限までこう減らしていけば水筒を持ち歩かなくてよくなるだろうということですね。そういうことを考えたんですね。で今見ていただいているのは、これは一つ一つの、ですね、排出される出口のところに人工臓器をこう入れることで、体外にこう排出される量をこうミニマイズするということですね。でこれはこれは当てずっぽうに考えた、ということではなくて、比較的ですね、エビデンスを集めていって、あと砂漠に生きている動物、なんかをですね、研究したりして、例えばその発汗、汗ですね、汗の大半は実は脳みそを冷やすために汗をかいていると。なので、脳をですね、効果的に冷やすことができれば、汗の大半はかかなくて実は済むようになるっていうようなことですね。そういったことを一つ一つ積み上げていくことで、汗の量を、かなりですね小さいレベルまで抑え込むことができるようになるということですね。で、それができることで、最終的には水筒を持ち歩く必要がなくなって、代わりにその、僕らはその時飴玉ですね、キャンディーを、人々は持ち歩いて、それを1日に数粒食べて暮らしているっていうふうな生活を、フィクションとして考えたんですが、水筒を持ち歩く代わりに人工臓器をインストールして、人々はその飴玉を舐めて生活をしているっていう、そういうシナリオを作りました。今見てもらってるのは、具体的にその体の中に埋め込むプロダクトですね。これはファインセラミックスと、あとチタンですね、それの、複合的なマテリアルで作られたものです。でこれ今ご覧になっていただいているのは、これは首の後ろにつけて脳を冷やすため の, フィンですね。から面積を非常にこう大きく取るために立体的な、構造になってまして、
それを、装着することで、まあ、汗の大半を、まあ、防止するっていうようなことですね。まあ、これはあの膀胱に入れる、うん、まあ、こういったものは埋め込みたいかと言われると埋め込みたくはないとは思うんですけども、これはまあアートフェスティバル向けのものだったので、まあ、こういったことを、考えていきました。で最後にですね、これがこの赤い、クリアなものに包まれているものが、これがさっきお話しした、飴玉ですね。でこの白い卵型の、立体的なパッケージの中に収められていて、それを割ると、飴が出てきて、この中に1日に必要な水分量っていうのが保持されているっていう、そういう、作りになっています。まあ、こういったものはですね、デザインの仕事の中でいうと、デザインフィクションとかスペキュラティブデザインという領域で呼ばれてまして、まあ実用的なその日々使うプロダクトを考えるということではなくて、まあ、シナリオをですね、SF のようなシナリオを、仮説として置いて、それに対して、デザインをしていくということですね。その世界観の中でデザインをすることで、まあ、通常僕らが生活している環境からは考えもつかないようなプロダクトであるとかアイデアに到達するって、そういうアプローチなんですけれども、そういったことのですね、これは代表的な、事例と、ということになってます。こんな仕事をですね、していまして、で、こういう仕事を、まあ、やってる人たちっていうのが、さっきもお話ししましたけれども、ですね、まあハイブリッド型ですね、いうようなところで、仕事を、していると、いうようなことになってます。この BTC ですね。で僕らがこの BTC 型っていうものを提唱して仕事をするしているのは一ついくつか理由がこうありまして、これはですね、まあ、新しい、フォーマットの、まあ、プロダクトであったりサービスを作っていくときには、ですね、事前にその何をやればいいかということを考えるのは非常に難しくて、まあ、例えばそのビジネスのことを考えていたと、した次の瞬間に、UX ですね、ユーザーエクスペリエンスの話を考えなければいけなかったり、まあ、それをこうすぐさま実装できるかどうかというところで、まあ、テクノロジーの専門家と話さなければいけなかったりということで、まあ、いろんなことをこう行ったり来たりしながらですね、突き詰めていく必要がこうあると思うんですね。で、ビジネスの専門家と、あとテクノロジーの専門家と、そういう人たちとこう共同で仕事をすることで、まあ、デザインがイノベーションに対して非常にこうパワフルに仕事をしていくことができるというふうに思って、いまして、まあ、それでこういうハイブリッド型の、人材のイメージっていうものを、今は、掲げて仕事をしています。でこれは世界の教育の潮流でもあるかなと思ってまして、まあ、ロイヤルカレッジオブアート、さっきのイギリスの、大学院ですね、ここはTC 型のデザインエンジニアたちを、まあ、かなり長い期間育ててきてますし、まあ、日本の中でも、工学系のエンジニアリングの学生たちにデザインを、教えていくっていう潮流ですとか、まあ、あとはデザインスクールの中に、ビジネス系の、プロフェッショナルを招いてですね、ビジネスの分かるデザイナーたちを大量に育てていくとか、そういった取り組みっていうのがかなり加速をして、いるということですね。それでタクラム自身はそういったことにチャレンジをする、まあ、代表的な会社として、世界で活躍をしていきたいというふうなことで、考えています。で、今ですね、タクラムは、スタジオが東京とロンドンとニューヨークと3拠点ありますとお話をしましたけれども、できればですね、ちょっと新型コロナもあるので、なかなかその国の間の移動が難しい状況ではあるんですけれども、できればですね、まあ、来年、のどこかしらのタイミングで中国、とですね、まだ場所は、確定できてないんですけれども、スタジオを作りたいなと思ってまして、なので中国の、皆さんとかですね、中国の企業の方々とも、まあ、いろんなプロジェクトに取り組んでいけたらいいなと
というふうに思っています。まあ、東京とロンドンとニューヨークと、まあ、例えば上海とか、をつないで、例えば世界4拠点、とか5拠点とか、そういったことをつないで、まあ、いろんなバックグラウンドの人とか文化的な、ですね、ダイバーシティってものを大事にしながら、仕事をしていけたらいいかなというふうに思っています。ということで、今日はですね、まあ、イノベーションデザインということで、僕らがタクラムがやってる仕事を、いくつか紹介を、しました。でそれとあと、まあ、今日は簡単な触りの部分になりましたけれども、僕らが、掲げているその BTC の考え方であったり、まあそれの具体的な形としてのハイブリッド型のデザインプロフェッショナルですね、まあ、そういう人たちってものを紹介をして、皆さんもこれからどういう形、どういう職業の成り立ちの中で、まあ、デザインを取り組んでいくのかということを考えてらっしゃるかなと思いますので、まあ、そういったことを、ですね、これから考えを深めていく中で皆さんの少しでも参考になればいいかなと思って今日はお話をさせていただきました。で、今日はですね、この後ディスカッションの時間も準備されているというふうに聞きましたので、皆さんといろいろと意見交換するのを楽しみにしています。はい、今日は私の方のプレゼンテーション以上になります。今日はありがとうございました。